の作品で、音の時間と今自分たちが生活している時間とのなんかこう時差みたいなのをちょっと表そうかなと思って、それを気づいたのは、あの他の作品でテープをこう僕は空間に貼っていくんですけど、それがまあたまにちぎれたり切れたりするんですよ。その時にこうあのテープについてる音がこう記録されてるだろう鉄粉の部分がこうパッと飛び散るんですけど、それが意外とこうゆっくりとした時間の流れを感じて、多分 0. 何秒分かの音が飛んだんだなと思うんですけど、それがこう打ち切るまでに 0. 何秒では足りないっていうことを感じて、じゃあ60分テープ全部こう打ち切るまでには60分で足りないんだなっていうのからこう時間の差があるなっていうのを感じて、それでまあその粉が飛び散ったり落ちていく瞬間っていうのは結構こう時間を奪われるというか感覚がありまして、その時に時間は感じるんですけど、どれぐらいの時間経ったかっていうのが感じれなくて、でぼわっと見れる時間があって、そういうのってなんかこう日本語ではあの漢字で余韻っていうのはやっぱ音っていう字を使うので、この感覚はひょっとして余韻なのかなっていうの で今回はまあこんな感じでこう、まあ、ちょっとひょうというか図というか、まあ、標高みたいな感じでビジュアルでこう表してるんですけど、だからちょっと余韻っていうのを出せてるかというとまた違うことになるのかもしれないんですけど、なんかこうこれをずっと見てる関係の中で、なんかこの作品以外のこうところなりとね、なんかこうそういう余韻っていうのが感じれないかなとか関連性でもいいんですけど、その辺もちょっとこうこれからある部分ではちょっとやっていこうかなと思ったりとか、あの作品とこう合わせてと思ってます。なるほど、こっち側の、はい、このビデオは何？これはあのテープ、録音テープのその磁気部分を粉にするためにこうコソコソ削いでいってるという、まあなかなか大変な作業です体にも良くないです。なかなか次に向かってまた展開ができたと違いますか？そうですね、まあうまくいくかわからないですけど、なんかきっかけはできたなっていうのがあります。まあビール飲むか。